星好きの皆さんこんばんは、またやってしまいました。天の川の新成形写真を撮ったんですけど、撮った後にああそうだったという感じなんですけど、この16枚コンポジットしたこれ画像の天の川の画像なんですけど、これはいいじゃないですか、真ん中で。こっち隅っこに行くとこう星がねこう位置が合ってないんですよ。でこっちの端っこの方を見ても位置が合ってないんですよ。でこれあのズームレンズのガタでこうなると思うんですよ。ちょっと前も記事書いたんですけど、前にですねこのまあ自動コンポジットで位置が位置ずれってやつですね、これの最後の方に最も大きな原因のところにカメラレンズのガタって書いてあるんですけど、ここに、ちょっと分割コンポジットをした時のやつなんですけど、ここに、カメラレンズのガタが原因で位置が合わないんですって前自分で書いてたんですよ。で、こうなってこうなって成形写真撮ってて、いつも僕前のレンズではこうテープ貼ったりいろいろしてたんですよ。このガタが出ると、星の位置が合わないって、自分で書いてたんですけど、それをちょっとあの今回ですね、あのシグマのズームレンズをちょっとあの買ってですね、それで撮ったんですけど、まあ、前よりガタが少なそうだったんで、まあ、そのまま撮ったんですよ。まあ、大丈夫そうかなと思って、じゃあやっぱりこうなりましたね。位置が合わないんですよ。絶対合わないんですよ。一応もう一回やっときますけど、これ一応ね、あの、16枚これコンポジットしたやつと。で、ちょっとステラーイメージのコンポジットパネル見ると、1,2,3,4,5,6,7,8、これ前半なんですよね。で、これをコンポジットしたのが、この前半8枚で、で、この後半の8枚、4、5、6、7、8と。で、この8枚、後半の8枚がこれなんですけど、これ一応ね、前半と後半でちょっと分けてコンポ、こっちは一緒にコンポジットしましたけど、一回分けてコンポジットしてみましたと。で、前半のコンポジットは、まあ位置がこうね、ここ真ん中は合ってるでしょ。で、ここ、こう周辺も合ってるんですよ。こう、こっちも、ちょ、まあ、星は伸びてますけど、合ってるんですよ。で、後半もちゃんと、こう、中心も合ってるし、こう、端っこもちゃんと位置が合ってますよと。多少伸びてますけど、星が。それぞれ合ってるんですけど、これをコンポジットでちょっと比較名で、後半と比較してみますけど、こう、一応、こう、合わすじゃないですか。まあ、こうやって合わすじゃないですか。で、合わしても、やっぱりここ端っこがずれてるんですよね。こう、もう完全にずれてると。で、こっちも同様にずれてますよと。もうどうしてもこう回転をこうさせても何しても絶対合わないんですけど、これが、あ、またやっちゃった。だってとこなんですよ。これ結構ね、いないんですかね、他にやってる人。まあ、ズームレンズで撮る人少ないんですかね。まあ、単焦点のレンズならね、こんなことないんでしょうけど。で、まあ、一応普通に撮ってるんで、やっぱこれでも、こうガタになってしまうんで、もしズームレンズ使ってらっしゃる方いたら、まあ、注意した方がいいかなってとこですね。一応ですね、まあ、普通に撮影してるんですけど、まあ、撮影風景の方もあるんで、まあ、なんてない普通の撮影なんですけど、まあ、一応そちらもよかったらご覧ください。また撮影現場にやってきました。三脚三台立ってますけど、一個は動画撮影用で、二台カメラレンズを使って撮影してます。一個を新成形写真と、一個を 300mm ぐらいで撮ったりなんかしてます。で、サソリ座と天の川付近ですね。まあ、この辺の新成形写真を撮ろうということで、やってますけど、この日は結構綺麗な空で、まあまあ晴れてました。天の川もよく見えますね。
でこんな感じでスカイメモの上に、まあ、KP とペンタックス KP とシグマの18から200のズームレンズ乗っけてます。でまあ、これから撮影しようっていうので左側にちょっと傾いてる感じになるんですけど、カメラが、まあ、ここからちょっと今からですね新成形写真を撮ろうということで、まあ、セッティングしていこうかなっていう状態なんですけど、でまあ位置とかをこう確認してですね、まあ、天の川を入れてとかやるじゃないですか。で、まあ、こんな感じで左側に重りがあって、まあ、大体この前後ぐらいのところで赤道儀を、ね、調整して、あと雲台でこう位置を調整してみたいなことやるじゃないですか。まあそんな感じでやってるんですけど、で撮影を開始しました。まあ左にちょっと傾いてる感じでスタートって感じですね。であとは時間が経てばどん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 カメラが右に傾いていくよっていう感じなんですけど、でまあ途中でですねこう日型星雲を握ってみたりするじゃないですか。でまああとはちょっと早送りでどん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 右に赤道儀が傾いていきますよって感じですよね。ずーっとずーっと、でもだんだん右に傾いちゃいましたね。でこれで、まあ撮影終了ということで、まあ、左に傾いてたのが右に傾いてますよと。ただこれだけなんですけどね、別に特に変なところはないと思うんですけど、これで星の位置が前半と後半では合わないって感じなんですよね。これがあの当日使ってた状況なんですけど、こんな感じでまあ普通に撮ってただけなんですけども、まあ、こうキャップを外してですね、まあ、この状態でフードもつけずにやってました。でフードつけなかったらですね、横からのこう光が入ってなってるのかなとかいろいろも考えたこともあったんですけど、まあ、そうじゃなくってですね、この筒のガタですね、こうまあ普段ロックかけてまあ撮影するんですけど、この筒をの、ロック外してですね、ちょっと筒を伸ばしてみますけど、こう筒を伸ばしてこう触るとガタがあるんですよね。まあ、これが影響して星がずれると。ですんでガタがないようにあのテープを貼ったりしてあの、まあ、やってたんですけど、それを忘れちゃったって形ですね。でこう筒をですね一番短くしてもこうガタがあるんですよね。わかりますかね、こうガタがこんな感じであるんですよね。ですんで、短くしてもガタがありますよという感じですよね。でこう傾けていくとこうガタがある分レンズが多少ほんのちょっとですけどまあ動いちゃうんだと思うんですよね。ですんでまあ今度はこの隙間にですねまた詰め物を何か隙間埋めてですねレンズが動かないようにしてまあ新成形写真をこう撮ろうかなと。動かしてもレンズが動かないようにって感じですね。今度こそちゃんと撮ろうと思います。ありがとうございました。